吉原亜美のスマイルスマイル、笑顔をお届けしたい方、笑顔を作り出したい方、とにかく笑顔が大好き、そんな方にゲストに来ていただいてお話をお伺いしております。本日は神戸レストランロダンの桂明美ママをご紹介したいと思います。ママよろしくお願いします。お願いします。はい、では桂ママ、レストランロダンさんの詳細を教えてください。はい、レストランロダンは神戸三宮駅から北の方に上がっていただきまして、北の坂通り、パデ北の坂ビル1階の奥のさらに右にあります。で、営業時間帯は夜の5時半から、ラストオーダーは10時で、日曜祝日はご予約いただいた時に開けるということにしております。でお昼の空いてる時間も、セミナー付きランチ会であるとか、稽古ごと、それから普通の女子会、ランチ会などにも使っていただいております。で内容といたしましては、鹿児島県 A5 ランクの、黒毛和牛、でポルチーニ入りだけすき焼きというのをオリジナルメニューにしております。あと皆さんご存知でしょうか、ポルチーニだけというのはイタリアの高級キノコで、日本の松茸と並ぶ高級キノコなんですが、それをすき焼きに入れてしまうという大胆な試みをしております。で、すき焼きのお鍋をルクルーゼを使ったりですとか、食器も洋食器を使ったり、他のお店ではやってないことをして、皆さんの楽しいご飯のひとときを演出しております。でもう一つ最近のヒットメニューといたしまして、月のマグマのお鍋、 月鍋というのをメニューに出しております。それは国産の熊をしゃぶしゃぶにして召し上がっていただくということで、コラーゲンたっぷり、女性のお客様のリピーターも多いです。コラーゲン鍋ってすごい興味があるんですが、もうちょっと詳しく教えていただいてもいいですか。はい、月のマグマって食べれるのって皆さんびっくりされると思うんですが、熊のお肉はほとんどが脂身です。その脂身も皆さんがびっくりされると思うんですが、すごく上質なコラーゲンが含まれていて、全く臭みもなく脂っこくもないんです。で、皆様のお肌に重要なコラーゲンがたくさん含まれておりますので、食べた翌日にはお肌プルプルで、また男性の方も疲労回復に効果があると言われております。もともとお肉には、どのお肉にも食べたら脳の幸福ホルモンというのが出るらしくってですね、でそれのお手伝いをするようなメニューをたくさんご用意しております。他にもステーキですとか、ビーフカツサンドなどもご用命いただいております。では桂ママのもう一つのお顔、チャリティーとか人に対しての貢献ということをされているということでしたが、ママの人生の使命についてお話ししてください。はい、今58歳になるんですが、50までは全く世間に出ていなくって、家と仕事の往復だけでした。で50になって、はたと自分で気がつきまして、自分の使命は何だろうと思った時に、たまたま店をやっておりましたので、店を活用して人と人とつなぐ、その場を提供するということが自分の使命でもあったと気づいたわけです。でそれがスタートいたしまして、適切なお人に適切なお人を紹介する、もちろん信頼関係があってこそなんですけども、そういうことを通じてその方の人生がもっと華やかに輝かしいものになっていただくようなお手伝い、そういう貢献の形があるのかなと思って今活動しております。桂ママ、ママの人生のポリシーを教えていただいてもいいでしょうか。はい、ということではないかもしれないんですが、何か困難なことにぶち当たってもぶれない自分、それから責任は最後まで全うする、言い出したら必ず責任を持って何事もやり遂げるということを、心情にしています。ともすれば逃げたくなるようなこともいっぱいあるんですけども、それではいけない、それに対してのやっぱり信用が、いただけるような気がするので、最初からやり出したことはやり遂げる、
それからお人との、まあ、お付き合いも責任を持って果たすということを毎日心がけています。はい、ありがとうございました。はい、今日のゲスト桂明美さんのもろもろの情報に関しては概要欄にすべて載せておきますので、またご興味があれば見てみてください。概要欄の方はこのページの下になります。そして神戸レストランロダンさんのご飯本当に美味しいので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。お待ちしております。